津山からの帰り道、お父さんは11号線から丹原町の柿畑を撮影しようと下見に行きました。例年に比べて少ない柿の実りを探しているうちに旧道に迷い込んでしまいました。狭い路地をさまよっていると急に目の前に広いコスモス畑が現れました。思いもかけない広いコスモス畑に遭遇して、お父さんはここで5分の作品を作ろうと決心しました。カメラはソニーの FX1 とハンディカメラ、それにコンパクトカメラでハイビジョン動画撮影。撮影技法としては遠近ズームとピン送り浮きカメラ操作、左右パンでチラチラしないようにシャッター速度を調節する、ピンクが溢れるために狂うオートホワイトバランスを切ってマニュアルホワイトバランスに固定する、撮影しているうちに発生する問題に対処する楽しさでいつの間にか時間の経つのを忘れていました。撮影マニュアルには無意味なパンやズームを戒める言葉が多い。お父さんはアップズームは叱ったことがない。前景をつかむ場合によく愛用するのが引きズームです。大方撮影が終わっても、どう考えても、5分の作品にはカットが足りない。決心して、翌日に逆光撮影を試すために、早朝8時に再び出かけました。逆光の露出補正は何かとややこしい。絞りとシャッターで、逆光が美しく光る露出が決まったら、今度は、ピン送り撮影のための、深度を得るためにゲインの操作、暗い背景からどのくらいコスモスの輝きを浮き立たせるか、より良い映像を求めてシャッター、絞り、ホワイトバランス、ゲイン値をいじり回す。撮影で一番楽しい瞬間です。現場が近かったのが災いして、納得できるまで通い詰めてしまいました。結局、4回通って、はなはだ不満足。出来は65点くらいかな。来年は、もう少し、別の角度から迫ってみよう。もし、生きていたら。